僕当選は大韓民国の実業家。日本統治時代の朝鮮、平安南道順が足生まれ、ジョージタウン大学で学んだ。後はシントン DC にジョージタウンクラブを設立、政界との結びつきを築いていった。1970年代、韓国への軍事援助と経済支援を得るため、ロビー活動を行いアメリカ合衆国の前職。 現職議員32人に85万ドルの選挙資金を提供したコリアゲート事件で起訴された。2006年1月6日、国際連合のイラク人道支援事業に関連して、サッタームフセイン政権の意を受けて、国連幹部らに違法な工作を行った疑いにより、ニューヨーク連邦地検に逮捕された。2013年に全羅南道順天使で開催された、 順天湾国際庭園博覧会で組織委員会主席顧問を務めた。安倍晋太郎を日本の政治家として最高の人格者と表し、彼を通して日本について学び、日本が好きになったと述べている。中山正明とは、奮敬の友の間柄であり、また中東、アフリカラテンアメリカ諸国首脳と強い人脈がある。特に、ヨルダン国王アブドゥッター二世とは親しく、 アイソルによる日本人拘束事件では2015年1月に正明の長男で外務副大臣の中山康秀が日本政府を代表して彼を訪問、人質解放への協力を要請した際、二人の会談の実現を側面から支援したと言われている。ありがとうございます。